こんにちは。こんにちは。韓国語のフェアボの時間、ときめき韓国語です。はい。はい。じゃあ、今回は4回目だね。星から来たあなた。はい。4回目。まだ続きます。はい。はい。じゃあ、今回のシーンは、チョンソニ、女優さん、いるよね。チョンソニがラーメンを食べちゃうの。ラーメンを食べて、食べた後、後悔しちゃう。後悔する、ね、後悔する、うん、なぜか言うと太るからね。ああ、うん、大変だよね女の人は。じゃあ食べなきゃいいんじゃないの。それが我慢できなかったんじゃない。あ、はい、うん、分かるよね。なんかそうだね、多分ダイエットする人は、うん、分かる、知ってる、分かると思うよ、うんうん、じゃあじゃあでは一旦動画見てみよう。じゃあ、はい、どうぞ。내가언제다먹은거야떡새조그락마구말려그랬는데 아망했다자見ましたか자後ろに体温がありますね。はい、はい、뭐야내가언제다먹은거야떡새조그락마하고말려고했는데아망했다という体温です。はい、자ここで새젓가락と말려고を今日勉強します。せじょっから。せじょっから。まりょご。まりょご。そう。はい。これ、びくちって書いてあるね。あ、使うことが多いのは一口でしょう。あ、そうだね。うん、だから、うん、韓国語も一口の方が使うことが多いか、使うことが多いから、この表現の勉強します。じゃあ、まず、一口。一口。一口は、半日。半日。半日。うん、ひと足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 、これが半젓가락。台湾では、せ젓가락って言ったね。せが3で、そう。半が1ってこと。そうそう。젓가락が端ってことね。はい。半が1ってこと。はい。だから半젓가락になります。次は、ひとさじ、ひとさじ、半숟가락。半숟가락。半숟가락。これ使うことが多いからね。この3つの表現。半日、半젓가락、半숟가락。じゃあ、こういう3つの表現になりますね。はい。リオンはどうなの？人箸はあんまり使わないんだよね。まあ、あんまり聞いたことないかな。うん、そうだね。人さじと一口は使うもんね。まあ、多分一口が一番多いんだ。うん、なるほどね。うん、うん、そう。じゃあ、次は、この体温を見ると、말려고ね。말려고。말려고。じゃあ、これ말려고の基本形が말다なの。말다。말다。말다。意味はやめるってこと。ああ、なるほど。うん、じゃあ、この말다がなぜ、どうやって말려고になったか見てみよう。じゃあ、려고。으려고。何々しようとって意味で、받침がない。받침がある。理由받침がある。ここ3つに分けますね。はい。받침がないとき。가다。가다。行くね。가다。가다려고。가려고。になります。먹다。食べる。먹다。これが받침があるから、먹으려고になりますね。받침があると、으が、으려고になります。먹으려고。じゃあ、받침があるのに、理由の받침のために、놀다。놀다。遊ぶ。ってことで、놀다が놀려고になります。가려고、먹으려고、놀려고。こういうふうになりますね。はい。はい。じゃ、だから、말다、말다が理由の받침のために、말려고になりました。はい。はい。じゃあ、今日はここまでです。はい。はい。じゃあ、공부가되셨나요?다음에또봬요.자,안녕,자네,만나네.안녕.이제다가라.응.다이다이.아,よかった.응,よかった.응,よかった.자,このシーンでね、この表現になりますよ、今回は。じゃん。불어요. 불어요.
作ろうよ、うん、正直に言って打ち明けてっていう意味なの。ああはい。じゃあこの表現のはちょっと